セレブリティクルーズ。セレブリティクルーズは、アメリカのマイアミに本社を置く、クルーズ客船運航会社。1989年に、ギリシアのチャンドリスグループによって創業。高品質かつ独特のサービスで好評を受けたが、1997年に、ロイヤルカリビアンインターナショナルによって買収された。現在は、アルシーのワンランク上のブランドとして運営されている。 ちなみにロゴマークやファンネルで一見何の関係もなさそうな X が強調されるされるのは元の母体であるチャンドリスをギリシア語で表記するとデルタとなるからである。日本の総代理店はミキツーリスト。日本語での予約サイトを運営しており変動する料金や客室の空き状況、最新の日程を簡単に検索することができる。き外部、リンク、セレブリティクルーズ、 日本語予約サイト。ブランドは大きく、セレブリティクルーズとアザマラクルーズの二つに分かれる。セレブリティクルーズはプレミアムクルーズとして1995年から運行。船体は白と濃紺で塗り分けられていて、他社と比較すると角張ったフォルムをしている。ファンネルの形は台形で濃紺、白地で X が強調されたデザインをしている。 2008年、約6年半ぶりに、ブランド最大となる新シリーズ、ソルスティスクラスの客船が造船され、2009年4月現在10隻を保有している。ソルスティスクラスの船は、今後も2012年まで、毎年1隻ずつ就航する予定。活動エリアは、世界広域。夏は、アラスカヨーロッパ、冬場は、 カリブ海といった具合にベストシーズンなエリアを1週間から、それ以上の日程でローテーションを組んで回る。バミューダに強いのが特徴。また、セレプリティエクスペディションは、ガラパゴス諸島クルーズ専用客船である。アザマラクルーズは2007年に立ち上げられた新ブランド。3万トンクラスと、中型ながら、全室バトラー、羊好き。 乗客1.8人に対して乗務員1人というより、きめ細かいサービスを売りとしてい。また、中型船の利点を生かし、他にない機構地を含む日程があるのも特徴。2009年4月現在2席を保有している。この度、アザマラクラブクルーズとブランドを解明し、さらに上級感を演出したサービスに取り組むことが公表されている。セレブリティクルーズを含むロイヤルカリビアン。 インターナショナルグループはラグジュアリーブランドを持たないめ、アザマラクラブクルーズはラグジュアリーへ一歩踏み出したブランドとしてサービスを提供する意図があるものと思われる。世界的なトップシェフジャック・バン・シュターデンが全ての料理メニューを監修をしており、食事に関しては厳しい評価が多いベルリッツ・クルーズガイドでも高評価を得ている。メインレストランの他にもスペシャリティレストランや スパカフェを設けている。ミレニアムのオリンピックレストランが有名。特にソルスティスクラスでは3つのスペシャリティレストランを含む10の飲食設備を備えているのが特徴。ディナーは2回制、あらかじめ席が決められる。テレビといえば単純に見るだけであるが、セレブリティの場合は双方向ネットワークが確立されていて、客室でリモコンを操作しながらオプショナルツアーの予約。 ルームサービスの注文、レセプトのチェックなどが可能。船の中でもインターネットが使えるのはもはや一般的になっているが、セレブリティは特定の場所なら無線 LAN を利用することによって自分のパソコンを使用してのインターネットや電子メール送受信を行える。また、乗船前にセレブリティのホームページに個人情報を入力することによってチェックインを簡単に済ませることができる。 12万1878総トン。本級の推進方式は、ミレニアムクラスの運用上の反省に基づき、抵抗外型ディーゼル発電機と、ポット型推進機の組み合わせとなっている。建造は、ドイツのマイヤー・ベルフトのパーペンバーグ造船所で、推進機は、アジポットを採用している。船内照明として、LED 灯を広範に採用するなどし、 従来の同程度の総トン数のクルーズ客船に対して30%の船内消費電力及びに酸化炭素排出削減を実現したと評榜している。2012年までに合計5隻が整備される予定となっている。9万総トン、ミレニアムクラスはセレブリティクルーズがロイヤルカリビアンインターナショナル参加となってから初めて計画、建造されたクラスである。 フランスのサンナゼール造船所、現在の STX ヨーロッパサンナゼール工場で建造された。全ガスタービン発電、ポット式電動推進として建造された。しかし、昨今のジェット燃料価格の高騰により、採算性に大きな影響を生じているため、2007年から順次、発電動力として、出力11.2メガワットのバルチーラ製、型ディーゼル発電機、 低価格な重要用化の一機を追加する工事を受けている。これにより、停泊中から中速巡航時までの速度域でガスタービン機関を稼働させなくて済むようになり、年間の燃料費節約は一石あたり700万ドルに達るとのことである。これは工事経費一石あたり1、800万ドルを3年以内で償還できる額である。また、 ミレニアムクラスのポット推進機は A ロールスロイスとフッツアルストームが共同開発したマーメドポットであるがこの不具合によって運行に支障をきたすことがあったため賠償問題に発展したことがある RC が保有するほぼ同サイズのクラスレーディアンス級はミレニアム級と同様ながスタビン発電ポット式電動推進であるがポット推進機には バルチーラ社製のアジポッドを採用しており、推進機の問題は顕在化していない。セレブリティクルーズが、ロイヤルカリビアン、インターナショナル参加となる前に計画されたクラスで、セレブリティクルーズで初めて7万ソーティーを超えるクラスとなった。建造は、ドイツのマイヤーベルフト社のパーペンバーグ造船所で、従来型のディーゼル主海とスクリュープロペラによる推進方式である。 同系三隻が建造されたが、セレブリティ・ギャラクシーとセレブリティ・マーキュリーは現在は、ドイツのツイエージーとアルシーが共同出資して設立した若者向けブランドであるツイ、クルーズに移籍している。マーキュリーは船体をセンチュリーの246.5メートルに対し263.9メートルと、約17メートル延長しており総トン数で、約6000トン大型化していた。 現在ガラパゴス諸島へのクルーズに従事している探検クルーズ型の客船で、装客室数は46室、乗客数定員はわずか98名の小型船である。アザマラクルーズ、3277トンから2001年に運航を停止したルネサンスクルーズの R9、クルーズ客船のうち、R6 と R7 を取得したもの、乗客定員700名。 ディーゼル電気推進。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。